こんにちは。もうみんなお気づき？私がすっごい眠いこと、まあ、ちょっと昨日遅くに寝た私が一応いけないんですけど、本当にこれはもう私の全責任なんですけど、めちゃ眠い。みんなお気づき？私がとっても眠いことを。今日はローモバが最終日なんですよ。だからまあ最後にみんなと一緒にローモバをやろうかなと思って。でローモバさ、課金しちゃったから毎日すっごいさもらえるんですよ。ローモバログインボーナスじゃなくて、なんか追加ですごい来ちゃうオプション、毎日なんかプラスでもらえるみたいなやつ課金しちゃってて、毎日すごい量のさあのアイテムもらってんの。課金最高。ミオタにいるの？なんで？なんかチカナお祭りでもやるの？チカナ祭り。もうさ普通の量じゃないぐらい、多分人の倍ぐらいもらってんの、課金してるから。ログインボーナスなんかいろいろ、ログインボーナスだけじゃなくて毎日他にももらえるよみたいなやつ課金してて、課金しちゃった。課金しちゃった。課金しか勝たんな。結局夜更かしは夜に、夜更かしはお肌に良くないよって言うじゃん。そう、良くないと思う。ただなんかぶっちゃけさ、夜更かししなくても肌は荒れる。そう、そんなもんだって。夜更かししなくても肌は荒れるし、逆に夜更かししてる時に肌荒れないこと全然ある。マジで。なんか肌が荒れる原因ってよくわかんない、本当に。私も中学の時すっごい荒れてたけど、とかもう若い今も荒れる時あるけどさ、昔はすごいニキビやった。その時本当にそう。今ってメイクしてますか？お気づき？私がリップしか塗ってないこと、もしかして気づかれてるの？もしかして。遠目で見て。気づき。なんか最近すっごい寝るのが早かったんですよ。なんかお仕事が結構あったから、もう毎日12時とかに寝ないとなんかいけないのに。で別に今日もそんなに、別にね、今日は8時半ぐらいに起きなきゃいけなかったんだけど、久しぶりに結構ゆっくりなスケジュールだったから嬉しくなっちゃって、なんか夜更かししちゃった。しかもさ、今ローモバやってるんだけどさ、もう私いつまで捕まってんの。マジでいい加減にさ、この人私のこと話して、私がいなくなっても生きていけるような人になって。本当に私のことを捕まえてる人、私がいなくても生きていける人であってよ。私に依存しないでほしい。わかる。もうお金払おうかな。私このローモバ内でお金持ちだからさ。お金払おうかな、ここまでじらしといて。でもどうせだったらもうちょっと待ってみようかな。私も結構捕まってるんだけど、なんかそうさ、ずっとね3日ぐらいで、なんかこっちのクマすごいんだけど、なんか3日ぐらいでね毎回ね話してくれてるんだけど、今回は
なんかこの人結構本当に私のことが好きみたいで全然話してくれないの私のことを。人に依存してるようじゃダメだよ。そう、捕まったまま、そう、私が頼りがいがある。本当に頼りがいなんかないでしょ。クマ消した。ちょっとクマだけ消そう。クマちゃんだけ消す。クマちゃんクマちゃん消したよ。え、好きなクマちゃんに会いたいわ。さ、ヨーグルト飲もう。みんな知ってる？私が飲むヨーグルトが好きなことをあんま言ってこなかった。今日安田ヨーグルトじゃないです。コンタクトが取れそう。あ、取れなかった。え、コンタクトが取れそう。取れ、うん治った。安田ヨーグルト美味しいよね。わっ、美味しい。じゃあどうする？一発闇でも行きますか。じゃあさ、ちょっとさ、最後の最後にさ、ちょっとあのレベル2行きたいわ私今までさレベル1の闇しか行ったことなかったんですよ。一回あったか。スパン募集しちゃってる。あ、本当？じゃあそれ終わったらやるね。じゃあこの今やっているや闇が終わったら、闇退治が終わったら、目がさ、コンタクト取れそうなんだけど、私コンタクト取れたら何にもできないよえ、コンタクト取れる。私さ、最近さ、あのお姉ちゃんの赤ちゃんの面倒見たんですけど、めっちゃ可愛いのがさ、めっちゃまつげが長いんですよ、お姉ちゃんの子供が。でまつげが目に入って痛くて泣いちゃうんですよ。手ぐらいまつげもう毛がやばくて髪の毛も長くなっちゃったし、まつげが半端なくて、なんかね、もうまつげが長すぎて目に入って泣いちゃうの。かわいい。めっちゃかわいくない？前髪切ったんだ今日自分で。今日ね、なんか8時ぐらい、嘘、9時半からなんかリモートでなんかあったんですよ。でその後なんか2時間ぐらい暇だったから、前髪自分で切った。下手かな、また美容師さんに怒られちゃうかな視力 0.03、 もうちょっとあるんじゃないさすがにもうちょっとある気がするな。そんなないかな、もっとあるわ、さすがに。だからみんな今日何曜日今日みんなお仕事大丈夫みんなお仕事大丈夫そう？今日みんなどういうお仕事されてるんだろう。休みなの？最高だな。みんながさ、どういうお仕事をしてるのかなって思ってて、で結構ファンの方の中で電車を運転してます、電車関係の方がすごい多いなって私は思ってて、でなんか
え何線運転してるのとか言うと、あ何なんとか線だよとか言われると、その電車乗るとき私結構見ちゃう今日東京にいることもあるから、なんかみんながそう運転してる電車とか乗るときに結構先頭車両とか行って見ちゃういるかなみたいな。さすがに会ったこと一度もないんだけど、毎日映像いじくってます。すごい。締め切りです。だって田辺さん、田辺さんなんかあの田辺さんいらっしゃるじゃないですか。そうたあの田辺さんなんだけど、田辺さんなんかイメージと180度違った多分初めてお会い、うん初めてかな、初めてお会いしたんですけど、なんか私が想像していた田辺さんと本物田辺さんが違いすぎて、あのスタッフさんに、あ田辺さんがいらっしゃってますって言われた時に、え？あ、え？ってなったなんかイメージと違かった。なんかそうイメージと違かったですイメージと違かった。本当にイメージ、私のイメージだともうなんだろう、もうすっごい優しそうな待って、これ言ったら悪口な、悪口じゃないんだけどなんか思ったよりイケイケでびっくりした。あイケイケって思ったすっごいそのふんわりした人かと思ったの、勝手ながらふんわりした人イメージ的にね。そう、そしたらイケイケでびっくりしちゃったイメージと違わなかった。ゆるふわ系田辺さんをイメージしてたからイケイケだった。イケイケでした。わざわざ新潟まで来てくださってね、ありがとうございますパリピ、パリピではないけど、でもそのバカ可愛いよね。わかる、これナイキなんだ。なんかねそうイメージと違う。あのスクランブルエッグ編集長の中の人、皆さん見たことありますか？みたいな、もう見るからに優しいですみたいな人かと思ったらイケイケだった。でも多分いつでもね、やっぱ優しい人なんでしょうけど、 NGT のことたくさん取り上げてくれてないか。スクランブルエッグ編集長さんはなんか舞台とかも来てくださりますよ。家族の話とか。田辺さんはまあ一度も来てくれたことないんですけど、うん、田辺さんはね私の舞台なんて多分興味ないんでしょうけど、先生来てくれないんですよ。あの日刊スポーツの新潟版を担当してくれる方はいつも来てくれるんですけどね。まあでもあの方、あの新橋じゃなくて間違いで立候補行ってましたけどねなんでだよってちゃんとも私が連絡すればよかった。行くよ行くって、いや落語来てないじゃないですか。私落語5回もやってるんですけど
落語5回もやってるのに来てくれてないじゃないですか。ゆめちゃんに昨日、私って絶対落語できると思いますって言われて確かにゆめちゃん落語できそうって思って、上手そうだよね。なんか私落語上手だと思いますって自分で言ってた。みんないろいろ来てください。確かに昨日ね、なんかいろいろ楽屋で差し入れがたくさんあって持ち帰ってきたの見て、しっとりふわふわマドレーヌ、あとこれ大好き、花火、花が、が、て、が、が、がて、合う花火パイが、が、ゲイと合う、違うな、がて合う、が、ガトーか、ガトー戦火かガトー戦火、ガトーかなが、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 ガトー戦火かがて、がて合う、ガトーだな、多分G-A-T-E-A-U 花火、花火パイをいただきました。これ美味しいですよね。これすっごい怒られる、嫌われること言っていい？私これ凍らせたいんだ。でもさ、これさ、しっとりふわふわって書いてあるじゃん、凍らせたらさ、いや醍醐味なくなっちゃうじゃんって怒られるかな、この全国民に。でも私こういうの凍らせたいの、食べ物凍らせたい人じゃん私って。これ怒られる？凍らせたら私はこれ絶対凍らせたいんだけど、みんな怒りますか？これはしっとりふわふわって書いてあるの、しっとりふわふわって。怒られるかな、凍らせたら。確かにふわふわしてんの。これ凍らせよう。卵屋のスイーツだって。これ凍らせたいと思います。まあ欲を言えばこれも凍らせたいんだお菓子凍らせるの大好き。半分こやだ、それ高級品、え、怒られる？すみません。そう、カッチカチに凍らせるのが好きなの。クッキーとか、やば、私変わってるかもしれない、ひょっとしたら。うん、じゃあみんな闇の巣窟行こう。ちょっとレベル2行っちゃおうよ。ちょっと行っちゃおうぜ、レベル2やって、もしダメだったらレベル3までやっちゃおう待って、こういう時に限ってレベル2が近くにない。なるべく近くに行ってくれた方がいいじゃないの。あったあったあった、これにしよう。あれ、あったあったあった。じゃあ5分後ね。あ、待って、私今全然あれがなかった、大丈夫かな。大丈夫かな。レベル2なんて私言っちゃったけど大丈夫かな。そう、みんなが来てくれてる、ありがとう。積極的に、あ、すごい、みんな来てくれている、ありがとう。
まあでも何回かやろう、一回だけじゃなくて。私今結構医療上が結構あれだから、ちょっとあれだなあ。でも今もうさ、結構私早めにクエストが終わっちゃったからさ、ちょっと何したらいいんだろうなって感じだった。まだ期間中。あら、でも全然次もやるから。このさ、このチャレンジさ、一生できないんだけどなんで？この炎の料理人っていうチャレンジ、私すぐ負けるんだよ。みんな勝ったことある人います？これ。これ誰が勝ってるの？むしろ。よし、じゃあバトルホールレベルアップしちゃおっかなって思ったけど、ダメだ、なんかできないわ。ね、無理だよね。これ誰がどれぐらい課金したら勝てるの？これはさ、この限定チャレンジはどれぐらい課金したら勝てるんですか？勝てた方いたら教えてください。俺はいくら課金して勝てましたって方がいたら教えて、私に。だってマリナも勝てないって言ってたもん。課金じゃないんだ。炎の賢者が捕まっちゃってる。生き続けるのも大変じゃの。強化できる、いや強化しまくりなんだけど私。ヒーローの組み合わせ？じゃあ皆さんヒーローレベル最高でな、いろんなヒーローが、ヒーローなんかいろんなキャラクターがいると思うんですけど、一番強いのはレベルいくつですか？私は47が最高かな。全部52。すごっすごっすごっ、59すごっ。ええ、すいません、大きい声出しちゃった、すいません。え、待って、私結構47で自信あったんだけど、全然なんだけど、ごめんなさい、なんかドヤ顔で言ったの謝るわ。ねえ、みんなすごすぎる。いくら課金したの？いくら課金したのみんな。ちなみに白レベルは19です。バトルホールのレベルを一気に上げた。本当に、なんかこのさ、この金の銅像がいるじゃん、金のなんか手挙げてる人いるじゃないですか、こうやって。これをいっぱいやるといっぱいもらえるじゃん、あのハムが。なんかそれいっぱいやってた。そう、自由の女神みたいな。なんかミハがさ、このカレー屋さんにすごいよく行ってるって言われて、ローモバのカレー屋さんみたいな、カレー屋さんなんてないと思うけどって言ったら、カレー屋さんがなんとあったんですよ、ローモバ内に。みんなにちょっと、私ごめん、今びっくりマークがついてて見えないかも。これがミハはカレー屋さんかと思ったらしくて、ちょっとごめんね、びっくりマークが邪魔で見えないよね。これこのお皿みたいな、カレー屋ってした。カレー屋さん
に行っていろいろなんか物を作ったらみたいな、なんかいいらしいよみたいなこと言われて、私カレー屋さんを存じてなかったから何言ってんだと思ったけど、そういうことだったかって思って、そうそういうことでした。なんか素材が足りないとか言って絶対嘘じゃん、絶対足りてるってこんだけ素材があるんだもん文句ばっか言ってるみはちゃんはカレー屋さんって言ってました。白レベルみんないくつ私より高い人いっぱいいる、19より高い人いる、もう25、おおすごい、おお21、待って待って全然すごいじゃんみんな、もう霞む私霞む霞む、私が目霞むよ、みんなすごすぎるでしょ、さっき24だとすごすぎるでしょ、ないくら課金したのすごすぎるでしょ。じゃああれはパワーなんとかレベル、何レベルなんだろうこれ、白じゃなくてさ、まだ400円もか、400円なんて可愛いもんで、って私2000円ぐらいしたよ、そんなしてないから1600円ぐらいした。クエスト始まってから課金してないです、いいなあ課金しちゃったよ。総合的な強さの表し方がパワーっていうんだ。身の代金どうしよう私。でもさ、この憎いのがさ、身の代金もそんなに高くないんだよね。でもなんかもうずっとこの人私のこと捕まえてるんだもん、本当にどんだけ私のこと好きなの、いいかげんに話してほしい本当に。さ、この探索の記録でもやろうかな。探索の記録さ、最近永遠にこれが残るんだけど、なんでこれ、これさ消しても消してもこれが出てくるんだけど、私だけ、みんなそう、探索の記録永遠にこれが余っ、なんか一回やった終わったと思ったらまたこの一個出てくるんだけど、これなんかバグってんの、みんなそう、また生きたみたいなみんなそう、よかった、非常に嬉しいです。一定数クエストクリアするとそうなるの、あ、そうなんだ、うん、悲しいよ。よいしょ、私なんか今さ本当にバカしちゃって、意味不明な、とりあえずできることやっていこうと思って、なんか城壁の修復とかしてたの、そしたらさ、その修復にさ、なん、あの9日間ぐらいかかるんですよもうどんだけ壊れてたのどんなにこの、あの加速アイテム使ってもさ終わんない、9日もやってたら。ダイヤ1万ぐらい使うの、もうそんなないよ、もう使っちゃったよ本当に。ダイヤっていうのはそう思う、つらいつらい。お、なんか船でさ、なんかアイテム交換できますよみたいなあるじゃないですか。
これでさ加速アイテムがなかった時テンション下がるの私だけ？なんか加速アイテムがやっぱ欲しいんですよ一番。いやいいよもう木材いらんよみたいなごめんね木材マニアがいたらごめんね。あ、ハズレだなとか思ったりする。あとさ、そう全部素材、あとびっくりマークでさ、ここのさこういう上のところにびっくりマークがあるとさ、あ、なんかもらえるのかなと思ったら大体イベント予告かなんか課金のラストチャンスみたいな課金を煽られてる私、アニバーサリースペシャルみたいな、イベント終了まで何分みたいな、そう今回だけ限定パックみたいな、騙されないよ私はそんなのに。そうなの、本当騙されそうになる。あとバザーとかがなんかできたじゃないですか。バザーかな、どれだっけな、どっか行っちゃったんだけど。わかる、ホーリースター実行しちゃった、もうなんかさダイヤ集めるのバカバカしくなったよね今までさ地道にさ一生懸命貯めてたのにさ、ホーリースターがさをやってからさ、なんか今までの努力って感覚がおかしくなっちゃうよね。簡単にめちゃくちゃダイヤもらえちゃうから。そうなの、定期的に課金を促すバザーわかる、めちゃわかる。そう私ね山はねめちゃく、いや山じゃなくて木材とねお米とね石とか結構あるんですよね。私ねすごろくやりたいのめちゃくちゃ、でもそこまでちょっとね間に合わなかった。ちょっとほんともう一回やりたい。ホーリースターが足りません、分かっとるよ。うわすですラッキースゴロクだってレベル21からでしょ、白レベル。もうも時間かかる、はあ、課金するしかないのか、課金するしかないのか、やっぱり私は。本当にでもこれなんかさローモバってさやることが無限にあるじゃないですか。あーもうやることないなっていうのがないじゃん、何かしらできるじゃん進めようと思えば。だからさ沼だよね、ミッションとかやろうと思えばいくらでもできるしさ、ダイヤがあればいくらでもできるじゃん、何かしら仕事があるじゃん、医療所行って兵士の治療をするもそうだしさ、なんか辺境の門とかもさ一生できるしさ、まあ辺境の門しばらくやってないんですけど私もう勝てなくなっちゃったから。あ今行ってますね、あの闇退治してますね。じゃあ闇の状況見ましょうか闇の状況見ましょう、みんな。あこれは勝てるんじゃない、これ勝てるわ、いけいけ。ねネタバレしないでね、私が今楽しみにしてるのにさ勝ったっていうねネタバレ早いから私が今リアルタイムでこうやって一生懸命見てるのにネタバレネタバレされましたこれは勝ちですね。
レベル2勝っちゃった。思い出作りでレベル4とか言ってみる。やったー、勝てた。みんな医療所で兵士たちを慰めてあげてください。思い出作りしよう。そう、レベル4行ってボコボコにされてみよう。みんなでド M になろう。ちょっともうちょっと待ってみよう。やばい、しかも見て、みんなレベル4がすぐ近くにあるの。すぐ近くにあるんですよ。レベル4挑んだことあります？皆さん、どういうこと？アンマンギフトポイントなんてあんの？え、アンマンなの？肉まんじゃなくて。私肉まんがいいな。偵察するか。あ、皆さん本当、あのアンマンギフトとかもやらなくていいですよ。いいですよ、皆さんやってくれるの嬉しいけど、無理、マジで無理しないでいいです。ほんとショールームはマジで自由に見てほしいので。え、わかんない、偵察、私は偵察のちょっとよくわかんないけどね、やり方。え、強いわ。だってじゃあレベル3にしてみよう。レベル3も近くにあるよ。レベル3に行ってみよう。でここで負け、思い出作りだから。これだってもう最後でしょ。だってあ、誰かがあ偵察に行ってくれてる、ありがとう。私のファンの方が誰か偵察に行ってくれてる。どうでした？90万ぐらいいける？いけない、いけないでしょ。思い出作りなら読んじゃない。ドエスがいる。ドエスかドエムなのかもわからない、もはや。ジュルジュル言ってごめん。じゃあ今何時？今38分でしょ。じゃあ思い出作りに4いっちゃおう。みんなで思い出作ろうよ。楽しいことしようぜ。みんな思い出作っちゃおう。みんなで思い出作ろうよ。楽しいことしたいじゃん、やっぱ。これ絶対負けるじゃん。もうわかるわ。もう、無理だ。もう、連合くん規模で無理だ。規模的に無理だ。まあ思い出作りしちゃおう、みんなで。みんなで思い出作ろうぜ。名前、もう名前じゃ、その規模見てびっくりした。えってなった。じゃあこれでちょっと何時までだっけ、59分まででしょ。だからこれで負けて、やっぱ無理だってなってレベル1で勝って帰ろ。どこに帰ろって感じだけど。みんなで思い出作ろうよ。やっぱレベル4の世界見てみたいじゃん。やる前から負けることを考えるやつがいるかよって偉い人が言った。いや、これは負けるんよ。これはね、負けるのよ、それが。もうね、分かってるのよ。本当に。これはね、規模的に無理なのよ。思い出作りしようぜ。もう。あ、もうありがたいことに埋まりました。
でもね、もう規模的に、いやまあ分かんない、奇跡が起きるかもしれないから。そう、奇跡は間に合わないだ、あ、間に合わないのがダメだかなんか君に出会えた奇跡だからそうだよ、奇跡は間に合わないだと。数調整したら間に合わなかった、大丈夫、あと1回ぐらい多分できると思うな。無理かな、ラスト1回ちょっと、これでどうせ負け、これで思い出作りして間に合ったら最後1個やろ、最後1個レベル1やろ、近くに、近くにレベル3しかないんだよな、あレベル1、これが一番近いかな。未来の恋人いい曲だよね、これも。なんかもう昨日から Dear My Teacher が頭から離れない。バトルホール25の人のところ集まると勝てるよ。誰そんな人会いたい。 Do it baby Do it baby。 やっぱね、昨日の夜ね改めて見たのよ、一生懸命その毒リンゴの歌詞を、やっぱ分かんなかった。寝る前に改めて毒リンゴを食べさせての歌詞を見てたんだけど、やっぱ意味分からなかった。え、ワイヤでね、やって、ちょっと待って、なんか今バトルホールレベル25の人が闇の巣窟レベル1行きましょうって言ってるんだけどね、もっと強気になってよ。で、だってバトルホール25なんでしょ、もっと強気、なんでレベル1いってんのよもっと強気になってよ、ちょっとちょっと、なんでひよってんのよちょっとに、もう自信持って25もあるんだからひよらないで自信持ってちょうだいよ、もっと自分に、もっと気持ちだよ公開説教してみたい、気持ちなんだからもう自信持って、レベル闇の底ってレベル1いってる場合じゃないよ、ほんとどこまでもついてくから、レベル10ぐらいいっちゃおうひよってちゃダメだよ。闇の巣窟レベル10とかないの行っちゃおうぜもう行っちゃおう、みんなで。ないね。いや楽しい。でも普通にローモバはこれからも細々と続けていこうかなと思います。雷みたいなのもらった、やった。さあ勝てるかな、レベル4勝てるかな。1分30秒もかかるんだ。クソ行動力、そう行動力よ。これ食べよ、ガトー戦艦花火パイ食べよ。わっめっちゃいい匂いする。
アイテム使い切ろう。そう、アイテム使い切りたいなって思ってるの。だからダイヤも全部使っちゃおうかなって思うんだけど、私今やってるのが城壁修復、7日間かかるから無理なの。もうダイヤ1万ダイヤも必要だから無理なの。ね、連合軍歩くのマジで遅い、本当にそう思う。なんか本当にマジで遅い、遅いし、その加速アイテム使っても遅い。なんかもっと走ってほしい。今どこ行ってるんだ。あ、戦い始めました。さあさあどうかしら。あれ開けない。なんか開けなくなっちゃった。どうみんな勝ってる？私たち一生懸命頑張ってる？ね、見えないよね。見えない。勝ったのか負けたの、うん、まあどうせ負けてんだけど。さあみんなレベル4を私たちは挑戦したんだよ。私たちはレベル4にチャレンジ、なんか絶対負けてるじゃん、うん、絶対負けてるじゃん。もう全然負けてるじゃん。まあでもやっぱこうチャレンジしたことが大事。みんなで一生懸命みんなでチャレンジしたもんね。いい思い出作りになりました。楽しかったです。と挑戦しただけでもやない、ありがとう。こうね、最後の最後に、今何時、もう47分にみんなで挑戦できてよかったです。全滅で、早くちょっとそのバトルホールレベル25の方レベル4行こうぜちょっと勝たせて、私たちは勝たせて。私たちを勝たせてくれるバトルホールレベルが高い方募集中です。え、ねえ、バトルホールレベル25だけど敵がいた。お、お、しかも見て、同時期に2人も。あ、優しい。ねえ、めっちゃ優しい。今同時期に2人来てくれて、1人が気を使って消してる。優しい、ありがとうね、気を使ってくれて。どっちも優しいから、マジどっちも優しい人。そう、いやいや本当ありがとう、マジでありがとう、ありがとうね。さあ、人のすねをかじろうじゃないかみんな人のすねをかじっていくぞ。ありがとう、マジでありがとう、二人ともありがとう。お互いいい人。さあ、人のすねをかじっていきようありがとう。なんでこんなバトルホールレベル高いの？いくら課金したの？レベル4は225万人でいっても負けました。やば、225万人、すごいね。勝てる勝てる、みんなでチャレンジすることが大事だそうだそうだ。言えないくらい課金したの？奥さんに怒られない？奥さんにバレませんか？あんたローマ版にいくら課金したのって怒られない？本当に私のせいにしていいよ
皆さん課金したことは身内に怒られたら私のせいにしていいです。CD 買えなくなる。 CD 買って私のせいするの。あなたは私のチームじゃないでしょ。奈々子に怒られたって言って。違うんだ、奈々子ちゃんのせいなんだ。確かにそれ言ったらちょっとやばいよね。みんなよろしくね。ロモバ今までありがとう。みんなと一緒にイベントできて楽しかったです。こうさ、リアルタイムでさ、こうチャットをすることってないじゃん、ファンの方と。あんまりだから嬉しかった、楽しかった。普通にうん、結構ログインしてた方じゃない、メンバーの中で。マリナ姉さんが多分一番かもしれないけど。結構やり込んだ方かも。違うかな、みんなやそれなりにやってんのかな。チャット欄お邪魔しました。凍らせるね。いけるかな、レベル4いけるかな、楽しみだな。え、待って、集まってないじゃん。さあ待って、今何時、53分。もう一回いけるな。もう一回いけるな。これはさっき闇の巣窟行こうとしてた方、やってくれるかな。もう一回これいけちゃうな。貪欲でしょ。もう一回いけちゃうね。これ別にやっても今やったところで別にこれでね、ロンボバ何かがあるってわけじゃないけど、みんなとの思い出作りだから、思い出作ろうぜっていう。上越はいい天気、上越で行きたいな。なんか月岡温泉に行きたい。月岡温泉の温泉街がめちゃくちゃいいんですよ。行ったことないんだけど。私ら行ったことないのに行ったことある体で話すのは結構あって。丸撮りの収録もそうだったよね。あそこめっちゃ綺麗でみたいな、あそこの紅葉がすごい綺麗なんですよ、行ったことないんですけどっていうオチだったんだけど、本当にね、月岡温泉めっちゃ綺麗で、温泉街もね、美味しそうなとこもの食べ物がねいっぱいあるし、旅館もすっごい綺麗だし、本当に楽しいんだよね。行ったことないんだけど、全く行ったことないんだけど、トリカが言ってた。
あ、もう一人、もう一名のねファンの方がやってくれてますね。参加しました。知ったかぶりキャラ、もう知ったかぶりキャラってやばいね。何年か前に両親連れて行きました。素敵。あれ、ダメだったわ。なんでもないです。そう、ガタログで温泉行きたい。おまんじゅう、かりんとうまんじゅう美味しいよね。私あんまり和菓子にその情熱がないんですよ。そう、あんことか好きだけどさほどその情熱がなくて、だからあんまりね普段食べないんですけど、そういう温泉のところって美味しいもんね。あとさ、そのベタなことをしてみたい。温泉を入った後にそのフルーツ牛乳を飲みますとか言う人がいるけど、飲む人がいるけど、私そういうのしたことなくて。え？巣窟時間制限で消えた。泣いた。泣いたな。もう57分だから。でもみんなといい、最後にいい思い出作れました。みんなで巣窟に行ったという事実は消えません。超絶ポジティブ。みんなと巣窟に行けてよかった。皆さんありがとうございました。またこれからも私と一緒に巣窟に行ってください。最後はレベル4で現実を見られ、現実を見てボコボコにされて楽しかったです。でも本当にありがとうございました。なんかね、このさ、もう約1ヶ月ぐらい皆さんと一緒にローモバやって、もう皆さんが本当に毎日夜遅くまでやってくれたり課金してくれたり、もう本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。わあ、集合写真撮りたかった。わあ、それしたかった。じゃあさ、そうだよね、集合写真撮りたかったよね。泣いた。それやりたかった。待って、じゃあさ、私たちが倒した、あ、嘘、倒そうとしていた、え、誰かレベル4倒した？もうないんだけど、近くに。私たちが挑もうとしてたレベル4がなくなった。ね。集合写真撮りたかったね。でも楽しかったです、皆さん。1ヶ月間お疲れ様でした。来月の携帯の請求額を見てびっくりしないように。みんなで素敵な思い出になりました。アルバム作る？ローモバアルバム、みんなと1ヶ月一緒にゲームできて楽しかったです。またそのローモバは今後ねどうなるか私も全く分かんないの。今後どういう形で続けていくのか、もう全くアカウントもなくなるのかとか、そういう話は正直全く分からないので、何にも分からなく言えないのですけど、まあ、皆さんはこれからどうするんですかね。えチームガタの皆さん、お疲れ様でした。実は最初ガタ組になる予定でした、チーム名。実は最初ガタ組かチームガタで迷ってて、でもガタ組ってなんか怖くないってなってチームガタになったの。裏話でした。そう、最初はガタ組でした。ガタ組でもガタ組は怖いということで
チーム型になったんですけど、皆さんと一緒に1ヶ月頑張れてよかったです本当にね。みんななんか仕事の合間とかで携帯画面を横にしてこうやって頑張ってくれてたんだろうなっていう姿を思い浮かべるだけで本当に嬉しい気持ちです。ありがとうございました。ゆっくり休んでください。本当に1ヶ月ありがとうございました。最後はちょっと私もねちょっとこの後用事があるのでちょっともう出かけなきゃいけないんですけど、最後はノエピーのチロルチョコで締めたいと思います。ノエピーがからチロルチョコをいただきました。ちょっとぼやけちゃう、ぼやけちゃうね。ノエピーからチロルチョコをもらってこれは一生大事にしたいと思います。昨日いただきましたね。すごい、私もさなんか結構こういうの作るの好きなんだけどさ、いいね。ノエの歴代のアーシャとこの真ん中はプロレスのノエです。総選挙ということでありがとうございました。ランキング読みます。イエイ。13位チキチキさんありがとうございます。12位アップルシードさんありがとうございます。11位イチローバイナウさんありがとうございます。10位イチローバイさんありがとうございます。すごい名前めっちゃ似てる。9位フッキーアットワンタンさんありがとうございます。8位クニさんありがとうございます。7位サイさんありがとうございます。6位メグネーの 2NGT 大好き大 N メグネーアット NGTアブコナてんてんてんしか見読めないな。アブコナさんありがとうございます。5位ケイスケさんありがとうございます。4位音速の貴公子さんありがとうございます。3位翔一さんありがとうございます。2位昴生さんありがとうございます。1位いちくんさんありがとうございます。ということで配信ありがとうございました。ロボバも皆さんありがとうございました。本当に 大感謝感激です。ありがとうございます。ということでまたお会いしましょう。バイバーイ。ありがとうねみんな本当。